実は埼玉よいしょさあ、2017の一発目ですけれども、はい、そうですか、今年も頑張っていっちゃいましょう。はい、岩崎さん、はい、ねえ、そしてはい、近藤佳子です。よろしくお願いします。ーー、埼玉県の実はな実話を発掘するのがこの番組。今回は上尾にやってきました。まずは町のことを探るため、地元の不動産会社エイブル上尾店で話を聞いてみます。上尾にはとある王国の王様がいるんです。王様ということで、スパイスの王国こと井上スパイスを訪れました。ちょっとでいいんですよ、ちょっとでいいんですよ。これかかってる分食べてもいいですか。ちょっといいよ。そんなにこれ、ね、辛って言えないじゃないですか。本当に辛いの。嘘ですよ。これでね、あのご覧の皆さん、嘘じゃないって分かっていただけたらこれぐらい染みて、これが皆さんいいですか、染みカレーです。めちゃくちゃ垂れてきた。そしてここからが未公開スピンオフです。さあ、なんと会長、今回特別にですけれどもね。特別ですよね。この お店でしか、はい、食べられない、はい、特別なアイス。すごい、なんかね、カレーのアイスっていうのがあるらしくて、これ見てください、はい、カレーアイス甘口。岩崎さんは中辛です。カレー、うん、私チャイアイスで、チャイアイスっていうのもある。あの本編でカレーでね、火を吹きましたけど、これで、これ冷やしていただいて、クールだね。ちょっと中開けてみようよ、どうなんか。オープン。わお、もう完全カレーだ。あ、本当だ。じゃあちょっといただいて、僕甘口を、じゃあ、あ、でも匂いはあんまりカレーの匂いしないな。カレーしないんですよ。そうだね。カレーはね、冷えるとスパイスの匂いはあんまりしないんですよ。しかし食べてると徐々にしてきます。広がってますね。うん、美味しい。チャイです。スパイスの味しますね。あ、するんだ。します。すごいスパイスの味します。そう、美味しいの。美味しいです。あ、そうなんだ。甘すぎなくて美味しいです。カレーなんかちょっとね、美味しい、本当に美味しい。カレー想像できない、食べてみないと分かんない。あ、カレーですか。っていうかアイスっぽくない。あ、そうなの。なんかハザード最初アイスなんだけど、いや、カレー粉のなんか最後崩れる感じがするんですけど、なんだこれ。コロコロ、うん、あ、でも美味しい。うん、うん、新しい食感。あ、あ、うん、え。あ、粉、なんかカレー粉っぽい感じ。粉っぽいのがあるのよ、うん、ちょっとそれはカレー粉なんですよ、ね、カレー粉なんです。あ、カレー粉なんですね、はい。そう、私も中華一口で。ちょっと、ちょっと下にザラつくのはカレー粉なんだ。なるほどね。あ、でもやっぱこれもカレーだわ。カレーなんだけど、アイス、最初アイスなんだよね。カレーですね。うん、最初アイス、最後カレー粉の。そう。でも、これはありますね。これはチャイ、美味しいですね。チャイは美味しい。マジ、ちょっといいですよ、もちろん。これはなんか抹茶にちょっと近いというか、あの感じがね、美味しい。甘すぎない感じが美味しい。さっぱりしてて美味しい。でも本当だ、うん、美味しい。これいいね、うん、ちょっと俺も3種類食ったら何の味か分からない。口がまだ混ざってきてる。痛くて。でも美味しい。想像してたよりもアイス、うん、でも味分かる。入れないね。岩崎さん、これやっぱりちょっといった方がいいんです。ちょっと味が変わるんで。そうそう、風味が今冷えてるでしょ、ここは。中華になります。ちゃってるわ。プラマイゼロ。ちょっとだけいきましょう。ちょっとだけ。プラマイゼロ。だって最後回ってない時、いや、そこまででもなかったよと俺に言いましたもんね。言ってないよ。言ってない。いや、俺もほら芸人だから言ってましたもんね。言ってないよ。どうぞ。味変わるから、こういう人もいますもんね、カレーね。そう。います。こんなことじゃなくて、まずカレーにしましょうよ、だったら。いや、大丈夫。準備は万端ですよ、こっちは。頼みますよ。はい。スピンオフを見てね、本番見てくれる方もいますから。あ、そうか、じゃあ。ネットを見て。じゃあいただきました。どう？逆に。あ、いや、辛こんなにすぐ来る。あんだけなかったのに。いや、これ、ダメだよ。あいつはあいつでダメよ。いや、
なにこれ、いや、なんでパクパクいくんですか。なんか癖になってる。アイス自体美味しいのよ。いや、新しいね、これ、うん、美味しい。ザラザラっとした感じが癖になるというか、新しい味の発見、うんうん、そうですね、うん、まあ、これからもどんどん何かやっていこうっていう考えたりしてることあるんですか。そうですね、発信基地ですので、あの世の中にない、そういうものをね、何があるのね、カレータイヤとかね、タイヤのカレースパイスの車のどうする、見るだけじゃん、見るだけじゃん、あれなんだあれ、カレーっぽいな、面白くないいろいろそういうものを考えていただいて、ね、また楽しませてください、僕らを。ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ナマステ。